あー気持ちいい。何かっこいい。何これ。タイムマシンを作ろうとしてる博士、マット博士が衝撃的な噂。何これ。これ水風呂。これがすごいっす。あっちゃあーすいません。こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい。ソーシャルディスタンス。これでね。さあ今日はですね、なんと富山県の立山の方にやってまいりまして、母ちゃんがなんかすごいのの建築に関わったということで。そうなんですよ。また浅草に続いて、新しくサウナホテルができた、ね。サウナホテル作ったの。ちょっと縁あって、そのプロジェクトにサウナプロデューサーとして関わらせてもらうっていう、そんなことになりまして。すごいなぁ。すごいのができたんで、ぜひ体験してほしいなと思って。ということで、夏休みになり、この富山の美味しい空気を吸いながら、サウナ外気浴楽しもう思ったら、ちゃっちゃーめっとめないか。どうなっとんねん、この天気。富山はね、降雨量が多い。そうなんや。で、今回はちょっとスペシャルサプライズゲストをお呼びしたいと思います。この方です。スペシャルサプライズゲストです。誰やねん。そんな一応兼ねしかたあります。パナさんがね、一緒に来ました。出る気満々で SSS の T シャツと、ほんでこれがですね、 SSS オリジナル整いパンツ。これなんていうとこやったっけ、メーカーは。日本、一番覚えとかない。中川さん、日本ふんどし協会の中川さんが作ってくれてて、ノーパンで履けんのよ。で、SSS のロゴを入れてもらって、僕も超愛用してます。で、行きましょう。はい、じゃあ、まずあんな。はい。ここ自体がそもそもヘルジアンウッドっていう一つのこう村なんですよね。で、これを、前田薬品工業さんっていう会社さんが、薬品会社さんなんですよ。富山の薬売りが発祥の。そうです、そうです。まずあれは何を。これはね、サカナクションがライブやるとこですか、これ。まずこちらはイベントスペースで、ここでウェディングとかもやったりするんですよ。こちらにあの熊健吾さんっていう、あの有名な建築家の方が。熊健かよ、はい、熊健。畑とかになってんの、ここ。そうです。この辺が全部ハーブ農園になっていて、今の時期だとこういうラベンダーとか。すごい。今日のこのサウナにまた後繋がってきますね。はい。何これ？あれレストランですね。絶対一人2万するやん、ここ。値段じゃない。一人2万する雰囲気が漂ってますやん。そしてこちらが？こちらがですね、まず1つ目。何これ？アロマ工房になってます。アロマ工房。今日ご案内いただくの代表の方もいらっしゃるので。すいません、お世話になります。ちょ待って。こんなに？傘っす。こんな傘あんの？何？どういう形？うわぁ！おしゃれ。こう、畳むと。ああ、こっちに入んねや。もうこれだけで来たかいありましたわ。うわ、しゃれてんなぁ。ガラス、全面ガラスの気をつけてくださいよ。いいですか？激突しないの、結構激突される人が多いんで。うわぁ、何ここ、いい匂い。こんにちは。何の説明も受けてんけど、間違いなくオーガニックです、ここは。まず挨拶代わりに、立山町で柚子が育ってまして、はい、その柚子の皮からアロマオイルと香りのついたウォーターを抽出してまして、これ、今日のロリーウォーターに使ってください。うわあと、山を守るために、木こりさんが間伐してるんですけど、はい、そのヒノキのチップから抽出したロリーウォーター。これ、2種類、ぜひ楽しんでください。これ、ちょっとむちゃくちゃ嬉しいんで、すいません。ちょっと今日使わんと別荘持って。使ってください。自分のところにストックした。めっちゃ可愛いもん。可愛い。これ、高橋のアロマでタロマです。高橋のアロマでタロマ。タロマシリーズ。ほんまや。で、ここなんですけど、はいはい、ハーブとアロマを中心軸に美容とか健康をテーマしたコンテンツが展開してまして、ただもともと僕がやろうとしていたのはアロマオイルの抽出。これはタイムマシンを作ろうとしてる。博士、マット博士が入ってますよ。いや入ってみいひんよ、こんなとこ。かっこいい。これでアロマ水を抽出するんですか。そうなんですこれもやりたかったんですよ。すごい。なかなか見ることないですよね、こういうシーン。あー、日本に740ぐらい
製薬会社があって、はい、富山に78社あるんですよ。それぐらい、やっぱ富山すごいですね、昔から薬の。でその740ある製薬会社の中でアロマオイルを抽出してるのはうちだけで、日本で。まあ、これ2年前のラベンダーの花粉なんですが、ちょっと変わってます。いいですか。2年前だけどまだちょっと変わりない。なんていうの、なんかうわめっちゃええ匂いというか、うん、自然の匂いですね。ほんま本当そうですよね。だいたいこのバスケットパンパンに詰めた 4,5 キロから取れるアロマオイルがだいたいこれ1本です、貴重なんや。抽出されたアロマオイルの香り、失礼高橋さん、じゃあ手の甲にちょこっとつけさせて、本当あんまり原液つけるの良くないんですけど、うわーめっちゃええ匂い、うわモテるでこれ。なんか今俺拳がええ匂いやから、どんなボクサーでも寄ってきてしまうから。かっこ、ま、あーすごいわ。そうそう、抽出したアロマオイルを例えばハンドクリームにしたり、今日お泊まりのサウナホテルにはボディーソープとシャンプーコンディショナーとかでも、ぜひこれも香っていただきたいですね。シャンプーして、この時期多分外気浴こういうところでやると、はい、まあ、虫も多いんですけど、虫を避ける、え、虫除けスプレーですね。でここも虫が嫌がる香りをこう、まあ、あの機械で抽出して、ほうほうほう、ボディースプレーとしてこう毒と外気浴も安心して蚊に刺されずに。めっちゃいいこれ、これ買って帰ろう。絶対高いやんこれ。でも絶対うまいよ。ここはフレンチですか。まあ、フレンチと和食がちょっと合体してるような感じですかね。かっこいい。これが麦わらを2年干したやつをみんなで積んだ藁の壁ですね。かわいい。外壁であり断熱材になってます。じゃあどうぞ。はい、うわ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 、いやーすごい。結露しちゃってますけど、かっこいいな。正面まで麦がローズマリー。あ、ローズマリー。自分たちが育てたローズマリー。かわいい。かわいいですよね。こっちはガラスで挟み込んであるんですが。すげえ。お金が。すごい。で、ここでまあ、ハーブティーを作って、ショットボールのハーブティーをランチ後にここに出すと。で、ガラス越しに、まあ、建てられるものがバーッと見えたり、ちょっと今日結露してますけど、あっち側の富山湾ですね。海がある。はい。ちょうどあの街の切れ目が、富山ですね。もっともっとね、あとこの目の前の田んぼは全部米も自分たちです。そのお米はこのレストランにちゃんとリゾットになったり、ドアマのご飯で出てきたりっていう感じですね。個室もあんねや。あうわーめっちゃかっこいいやん。和紙ですね、アロマオイルの抽出を終えてもう香りがしなくなっちゃったローズマリーの茎とか、ラベンダーの花粉を和紙で吸い込んで壁に貼ってやる。めっちゃいい。これもそうですよね。そうです、そうですね。デザインだけは畳和紙みたいな感じになってますね。でも可愛いですね、めっちゃ。もう一つちょっと違ったタイプのやつがあって、はい、まあ、うわぁ、もう目の前、自分たちの これは飲みたなるな。いやいや絶景でしょ。絶景やな。雪やったらまたそれはそれでいいですね。雪ここまで積もるんですよ。真っ白、ま、今度冬ぜひ。絶対次レストランで飯食う。じゃあいよいよサウナホテル見せていただきましょう。もう我慢できひんよ。もうあかん、もうまだか。もう俺脱ぎたい、もう俺脱ぎたい、サウナ入りたい。これがサウナホテル、これが、待って待って待って、おいおいおい、なんやこれ。こちらがザ・ハイブと、ハイブ、はい、一棟貸し切り型のサウナホテルでございます。ザ・ハイブっていう名前はミツバチの巣ってこの六角形の形を意味していて、土の中に入って外の世界と遮断して特別な体験をできるようなサウナホテルになっています。でこのプロジェクトは前田さんをはじめ黒船デザインの上田さん、そして私がサウナプロデュースの川ちゃん、このデザイナーとサウナプロデューサーが一緒に前田さんと共に作り上げたプロジェクトになってます。ちょ待って、ここから入んの。もう土の状態に中に入っていく状態ですね、地中に。なんか秘密基地感すごいやん。何これ、上上がれんの。
すごこれやばいな。ここからヘルジャンド全体を一望できる。今だから屋根の上におるってことですもんね。そうですそうです。かっこえ。夜晴れてるともう満天の星空なんで、夜サウナして外気をする、いやいやもうどんぐもりやん雨宿泊施設の外観としてこんなすごいテンション上がるとこないで。ドラえもんのキャンピングカプセルっていうね、映画で出てくる刺して上にシューンって上がっていくカプセルあんのよ、うんうん、あれが僕ビジュアルで一番テンション上がる宿泊施設やなってちっちゃい時から思ってたんですけどそれに匹敵するで嬉しい。あとドラえもんといえば一つだけ面白いものがあります。何何これ。急にね、え、その取ってあるんでもしよかったら怖っ開けていただいてなんか出てくるかな。え、何何何何何何何です。これまさに土管になってて、サウナ終わった後このまま上がってきて外気浴ができるトンネルです。下に見えてはもう水風呂ですね、はい、いやこれほんまあれでしょう、時空が歪んでここ行ったら荒野荒野星に行ってしまうんじゃない荒野星だからこれはまた後ほど下から見れるんですね。そうです、そうです。じゃあここ開けといていいですか。そうですね、開けといて大丈夫です、大丈夫です、はい、じゃあちょっと中身を行ってみましょう。行きましょう。ちょっと待って、はい、誰ですか。え、アチャリアです。アチャリアさん。あ、皆さんアチャさんと呼んでます。アチャさん、アチャさんは何の方。ザ・ハイブのマネージャーの方で、実際にチェックインとかの時にお客様に対応させていただいてるスーパーマンです。あ、だからちょっとここを紹介するたびに現れたんですね。あ、そうです現れた。じゃあアチャさん、じゃあ紹介してください、中を、はい、もう我慢できまへんねん半地下になっておりまして。半地下、はい、半地下って言うたらもう韓国映画で言うたらろくなことない場所ですけどあの靴を脱いでいただいて。何これ。あのリビングの方に。何かっこいい。何これ。サウナホテルのリビングゾーンになります。キッチンもある。2名から6名が泊まれるんや、はい、うわー、だからここで夜、そうですね、仲間と一緒にワイワイしたり、ベンチもこちらで座ることができますので。現地もうここ自体がサウナみたいな感じなんですね。ここの設計も母ちゃんとこやってるの。そうです、結構いろいろ。ここも、設計チームと皆さんと一緒に。めっちゃかっこいいやん、はい、で、一棟貸し切りなので知らない人とは会うことなくて、うん、もう仲間同士でワイワイできるわけですね。ですね。 IH もありまして、中に食器とか、はい、カトラリーが。カトラリー、わー、食器が使っていいんやなんか入ってるこれちょっと僕がトランプやろうと思って買って渡したらここに入れといてくれたんですね。今日ちょっとトランプやろうと思ってましたえ、こっちは部屋なの。部屋です。シングルルームが2つとダブルルームが1つ。うわー、落ち着く。まあ、瞑想できるぐらいの。かわいい。めっちゃかわいいやん。席になりました。和田さんここで寝てな。はい、いびきうるさいね。サウナさんここや。で、もう一個部屋があって、もう一個部屋がありまして、で、奥に、ダブルルームが。え、いやいやかわいいかわいい。何これ、めっちゃいい。これ六角形の壁の奥行きが出てるんで、各部屋にこういう特徴が出るんですよね。圧迫感もないです。ないですね、はい、ほんま申し訳ない。俺がこのここで寝るキープした、もうスマホでキープしただだきた、うっすら濡れた体で何してくれてんねん一番嫌やねんですよ、宿泊施設。それはこういうの一番嫌な人やから。いよいよここからサウナ。サウナの方に洞窟の中に入るみたいで。何何何。こちらが洗面所になりますので、ほうほうほう、本日お客様の、バスタオル、フェスタオル、サウナガウンとサウナハットも作りましたので、ぜひ見てください。ファイルのデザインもそこに入ってます。完全に今回のためだけに作ったんですよ、これ。しかも、あれ、しげさん大好き、前開きボタンタイプです。めっちゃ可愛い。で、これを着て、トイレに入るわけでもなく、サウナに入ります。いや、あちゃさん蒸気、いいっすよ、あちゃさん蒸気は。これはトイレだね。さっきの。あ、これね、さっきの。タロマシリーズ。タロマシリーズの、この辺りも、めっちゃ可愛い、鏡とか。こちら、色も変わりますので。うおー、あちゃさん、もう一回もう一回、はい、
うぇーい。あちゃさん、もういい、もういいか。いや、もういいですよ。ここがサウナ室ね。そうです。いよいよ行くよ。シャワーかい。シャワーが2台です。しかもオーバーヘッドと普通のシャワーもあるのね。おしゃれだね。で、いよいよこっち、こちらがシャワー内室と水風呂、インフィニティ水風呂でございます。インフィニティ、ぜひご覧ください。なにこれ。え、これ水風呂。これ水風呂。水風呂です。ちょ待って待って待って、ちょ待って、ちょ待って、もう入ろうとしてるね。気持ちいい。ちょ待って、2個あんの。それ2つのサウナ室を、やば、そういうことや。そう、しかも水風呂、これ水深見てください。階段で降りていった先に、この真ん中はさらにズボンと入れるところを用意します。で、サウナ室ちょっと見よう。この2部屋テーマがあるんですよね。どういう、はい、左側が角見サウナのイロリっていう名前です。イロリ、高温にしておきまして90度から100度の設定しております。どうぞご覧ください。うわー、むっちゃ熱い。うわわ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 わ、めちゃくちゃ気持ちいい。これどこのストーブ？ストーブは今回オリジナルなんです。はい、SSS もオリジナルで、ここもオリジナルです。かわいいデザイン。ほんで赤整うわ。出てくるの早。ほんでこっちは、こちらが縁側っていう名前で、縁側寝そびりサウナですね。寝てない意味で、温度も低い温度に設定しても80度。こういうことか。大人サウナ、めっちゃいい。まあ、天気が良ければ綺麗な館山連峰が見れます。これやばい。赤、もうあちゃさん、はい、もう説明いいっすわ。ありがとうございます。もうサウナ入りますわ。そうです。で、最後の説明、これが、はい、あちゃ枝です。あちゃ枝、それはすごい大事な、そう、家の枝です。インドから立山に住んでる。立山住んでるのか。立山住んでます。何やあちゃ枝って。よし、入ろう。あの、ぜひ、ハイブ専用のロリウォーターも使ってください。ラベンダーとヒノキ2種類の用意してありますので、ぜひ。ありがとうございます。ちょ、あちゃサンキュー。めちゃめちゃテンション上がってる。もう目終わらなくて。早くサウナ入りたいんです。何をぶった切ってるの。早くサウナ入りたいんですよね。ぜひ早くサウナ入りたい。あっちゃさん、はい、もういいっす。ありがとうございます。失礼します。うわ、シャワーすごいね。うわ、あー気持ちいい。あー、これはいい。これはすごいっす。温度も100度いってますね、これ。いかついパワーのサウナですね。いやー、あちゃさんの説明を聞くっていう、そのじらし。だいぶ整ってますよ。じらしで。あちゃさんのじらしが聞いてるな。あちゃさんのじらしが。これはすごいわ。なんか用意してますわ。なんてホスピタリティのあるやつなんだ。おにやせ、もう来てますよ。早すぎるでしょ。早すぎない。ただこれも作ってくださいね。あー、来た。これはね、ラベンダーの方かな。来るでしょ、めっちゃいい、めっちゃいい。ラベンダーすごい。オーガニック、おー、気持ちいいわ。
あーすごいね。これ部屋六角形のにしてるんで、上からこう確かに背中に落ちてくるような設計にしてるんですよ。降りてきますな。来てるわ来てる。アウフブースいらないですね。いやー川ちゃん、はい、すごいっす。いいっしょこれ。めちゃめちゃいい。僕もね大好きなんですよ。もうよし、ちょっと水風呂、はい、いただきます。あちゃぎあっちゃあちゃぎあちゃちゃ。これは母ちゃんこのまま行ってもいいの？この行ってもいいです。もう貸し切りなんで。うわあ、うわあ、うわ、ああ、いいかな。気持ちいいこの水風呂。やばっ。でここで、いや何この整いゾーン、やばいんですけど。土の中なんで囲まれてます。これ冬どうなの？これ冬は辺り一面真っ白になるんで、それこそ雪山ダイブみたいなことになりますね。ここもそうです。もうここ埋もれると思います。半分ぐらい。やばいね。あとこの露天にちょっとお風呂も、ここに、はい、露天風呂として作ろうと。本当はですね、シエさん、はい、今見てる視線の先に、うん、立山連峰 3000m があの雲の向こう側にいます。これ大記憶で澄んだ空の海にはしっかり見えると。最高。芝生で寝っ転がろうかな、上の。これね、これ結構パワーいるのね。サスケぐらいの視力が近いんだよ、これ。じゃあ、無理やん、じゃあ。僕で結構パワー入れられるような。滑らないでね、これ濡れてるから、ね。頭に。あ、やめるわ。痛かったでしょ、今足。だから、あのサンダルで、そこからあのぐるっと上がれるんで、それで芝生の上に。もういいやと思ってる。もういいや。やりましょう。なんでもういいや。やりましょう。ああ気持ちいい。芝生気持ちいいわ。 SSS の芝生欲しいな。人工芝生バッて引こうかな。そうね、いそいそと。何ですか？配達です。配達です。何何何。うわー、なになになに、ええー、匂い。今日はカレーを、2種類作りました。両方とも北インドのカレーでございまして、1つは辛口の、うわー、うまそう、スパイシーチキンカレーです。スパイシーチキンカレーめちゃくちゃうまそう。もう1つは、もう1つは、ヒンディー語でダールマカニっていうんだけども、ダールは豆、マカニはバター。豆とバターのカレー、コクのあるカレーでございます。結構皆さんに出したら評判いいの。食べてみます。ありがとうございます。これやばいね。うまっ。めっちゃうまい。衝撃的なうまさ。うまい。これちょっと待って、サメシワングランプリ優勝できんじゃん。あちゃカレー、うまやば、いいよ、カメハメハです、これ。あちゃカレー、うまっ。めちゃくちゃ美味しいですからさ。めっちゃうまいです、これ。あの何も出てくれんのかよ。こんどれ。これほんで一般の人も食べれんの？
まだこれ正式メニューになってないんですけど、うん、最近口コミとかインスタ見たりとか事前予約の時にアチャカレー食べたいね、絶対食べて、で OK やったらアチャさんが作ってくれます。うん、うまい。サウナ後にアチャカレー最高、ぜひ。はあ、すごいわ。朝やばい、朝すごいっすね。福山連峰がバッチリ見えてる。最高。